今日は家の中にある文房具を全部抜いてみたという企画をやろうと思います。イエーイ、筆箱、大きすぎる。鉛筆の先に宝石がついてます。これびっくりなのが、この宝石なんと5億円するんだよ。どうした友ちゃん。皆さんこんにちは、二人の仲良しの友也とちかです。今日は家の中にある文房具を全部抜いてみたという企画をやろうと思います。イエーイ。はい、池の水抜いてみたみたいに、我が家にある文房具を全部今この机の上に置いてみようと思います。はい、じゃじゃーん。はい、文房具全部出してみました。イエーイ。こんな感じでたくさんあります。ちょっとずつ紹介していこうと思います。どれから紹介していきますか。はい、これね、やっぱそれかな。これは体操の先生にもらった立つ筆箱なんだけど、それお母さんのやつなんだよね。その中に今鉛筆がたくさん入ってます。これはね、全部ね、お友達に引っ越しの時にもらった鉛筆なんだよね。あのね、うちに文房具が多いわけは、引っ越しの時にお選別で文房具をたくさんいただいたんだよね。だからうちは文房具には全然困っていないっていうね。これが今うちにある鉛筆です。これがね、可愛いんだよね。こんな感じでガチャガチャになってんだよね。お、可愛い。中の玉が回って可愛いです。これはお友達と3人、あの別れの時にお揃いで買った3色ボールペンです。ちょっと3色の部分が隠れちゃってるけど、これ大事に使おうね。はい、この鉛筆も可愛いよね。うん、なんと鉛筆の先に宝石がついてます。これびっくりなのが、この宝石なんと5億円するんだよ。嘘5億円と鉛筆代100円で5億100円の鉛筆になります。いきますけど、これね、もうね、うん、100円です。イオンで買いました。これね、プラスチックだよ、言っとくけど、はい、いやいや、5億円だから。5億円じゃないよ。他にも鉛筆まとめ買いもなので、鉛筆は今うちに100本ぐらいあります。はい、はいはい、あとはじゃあこの中でちょっと珍しいものって言ったら、あ、これこれこれさ、お友達にもらった、別れの時にまたもらった、ちょっと近東京限定の隅っこ暮らしのメモ帳なんだよね。うん、今となってはなかなか行けない東京駅でしか売ってないメモ帳だから貴重だよね。東京駅の絵が書いてあっておしゃれだよね。あ、ここにもあんの。あ、ほんとだ、知らなかった。中はどうなってるんだろう。中は普通に、あ、でも東京って書いてある、すごい。他にもメモ帳がいっぱいあります。どうしてかっていうと、ともちゃん、ちかちゃんがメモ帳マニアなんだよね。うん、そう、こんなにたくさんあります。1,2,3,4,5 で、他にもなんかこういうノートとかもすごいたくさんあって、なあ、あ、これはアンナちゃんがちょっとあれでやって福岡でお泊まりした。そうそう、これはね、あの私が買ってあげたやつ。ダイソーで、あのカエルの子はカエルチャンネルさん、日常家族さんと、あのショッピングチャレンジしたんだよね。で、うん、その時にもらった、アンナちゃんからもらった、こちら、これはチカちゃんからもらったノートか。うん、私ね、そう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 、ちかちゃんがおもちゃんにもらったの、ね、これがカエルの子はカエルチャンネルのいとちゃんからもらった、いとちゃんからもらったシール。これかわいいね。かわいくてなかなか使えません。なんか使えないなんかかわいいじゃん。このノートもなんかキラキラしてかわいいね。また同じちょっとゴーペンちゃんなのか何なのかわからない、かわいい。こんな感じで、あ、アンナちゃんがおーしか言わないドッキリドリームメモ。何これ、アンナチアンってなってる。これ何、もったいない、こんなのに1ページ使って。あ、これチカちゃんの絵だね。うん、何ホリあとは便箋レターセットが我が家にはたくさんあります。なぜかというと、
引っ越したので、お友達にお手紙をたくさん書こうと思ったからです。あんまり書いてませんね。ちょっとお友達にさ、お手紙書かないのね。絶対嫌だ。なんで嫌じゃないでしょ。冷たすぎる。書くのは書くんだけどね、お母さんが切手を買って出すまでいかないっていう。あとはノック式消しゴムです。これも隅っこ暮らしだね。これは何ですか。これは実は筆箱なんだよ。筆箱大きすぎる。はい、これ実はお父さんが旅行で行ったシンガポールのお土産なんだよね。この時お母さんにはお土産がなかったので、お母さんはすごく悲しかった思い出があります。はい。なんかちょっと今空っぽなんだよね。これ1年前にもらったんだっけ。そうだよ。この中にいろいろペンだとかハサミだとか入ってたんだけどね、ちょっとこれどうやって使えばいいのかなって、筆箱にして大きすぎるし悩んでいたところね、実はちかちゃん、はい、新しい使い方を発見しました。任天堂スイッチで今しています。はい、この中に、はい、任天堂スイッチが入ってます。はい、じゃじゃーん。とはいえ任天堂スイッチを入れるにしてもちょっと分厚すぎるっていうね。そうそう。すごく可愛いけど使い勝手に困る筆箱です。これね、あのね、うん、自分でお父さんがあげたのに、うん、これ捨てるって言ってた。本当に、うん、それ使ってないから捨てるって言ってるよ。お父さんすぐ捨てるって言うからね。そうそう、捨てる。断捨離マンだから。これトマエちゃんの現役筆箱だよね。うん、はい、まあ普通に、はい、地味に入って、こんなにたくさん鉛筆があるのにすごく質素になってます。これはあれだよね、お友達がお家に忘れていったから今度返さないとね。後ろは何が入ってるのかな。はい、何でしょうこれは。なんか謎の紙切れが入ってます。あ、これね、あのね、うん、私のね、あのね、友達のね、ワイちゃんがね、うん、自分のカード作るって言われて、うん、それでこの紙で書いてって言われて、なんか私書いたら、うん、なんか切って、うん、手帳を切って、うん、で、これ私に渡してきたって。あ、そうなんだ。なんか謎の紙切れ。これサイン帳だよね。サイン帳買ったんだけど、ちょっとあまりにも1年生には書くのが難しすぎてあんまり使わなかったっていう。なんか彼氏はとかって書いてある。彼氏はって、もう良い。ちなみにともちゃん、ちかちゃんは彼氏いますか。はい、いませんね。これはあれだよね、まあ文房具とは関係ないんだけど、あの千葉にいた時の体操の先生が作ってくれたんだよね。うん、ちなみに普段はクリアケースに入れて引き出しにしまってます。そしてしまっている時にまた鉛筆を見つけました。すごいね、こんなにまだ消しゴムも2つあるし、本当に2つ繋がってる。あ、本当だ、かわいい。これキラキラしてるし、本当当分消しゴムと鉛筆買わなくて済みそうですね。はい、はい、というわけで文房具の紹介でした。どうだった、こうやって並べてみて。結構多いなって思わなかった。まあ、見た目は多いけど中身は少ないみたいな感じ。何それ目かゆいの、しかちゃん。というわけで、じゃあ皆さんもお家にある文房具を一回確認してみてはいかがでしょうか。忘れていた可愛い文房具が見つかるかもしれません。じゃあみんなも可愛い文房具があったら教えてね。バイバイ。どうしたともちゃん。救急車が通った。救急車飛んでる。